秋津島は大日本帝国海軍の水上規模艦。秋津島型の一番艦。日本海軍の類別上は水上規模艦だが、実際には大型飛行艇への補給、整備を任務とする艦艇であり、飛行艇母艦と呼ばれることもある。艦名は明治期の防護巡洋艦秋津島に続き二代目。秋津島とは日本の別称。軍艦秋津島は日本海軍が、 太平洋戦争で運用した水上規模艦。類別上は水上規模艦だが、飛行艇の整備補給や救難を行う飛行艇母艦である。西木飛行艇を艦尾のクレーンで吊り上げ、五艦板に搭載して整備することが可能だった。ただし、飛行艇を搭載したままでの航行は想定していない。秋津島は、 神戸川崎重工業で1940年10月末から建造が始まり、1942年4月29日に竣工した。第11航空艦隊の第25航空船隊に編入され、5月中旬にサイパン島へ進出。続いてニューブリテン島ラバウルに進出し、飛行艇部隊の支援を行った。8月8日には、 ガダルカナル島の米艦隊攻撃に向かう第8艦隊とすれ違った。その後、ショートランド白地を拠点に、ガダルカナル島の戦いに伴うソロモン諸島の作戦に従事した。1943年2月以降、内南洋諸島で行動する機会が増えた。6月末、バラムシル島に進出して、キスカ島撤退作戦の支援を行った。その後は、 中部太平洋諸島で行動。1944年2月17日、トラック島空襲に遭遇して損傷。メレヨン島とパラオ諸島を経由して横須賀に帰島した。日本海軍はパラオ大空襲で工作艦赤市を喪失。そこで秋津島を工作艦に改造した。都市豪作戦に備え、秋津島は第一遊撃部隊に編入された。 9月上旬、秋津島は、非75戦団に同行して、九州を出撃、林河白地所在の第一遊撃部隊との合流を、目指す。9月21日、マニラの日本軍は、米軍機動部隊艦載機の攻撃を受け、駆逐観察機等が沈没、大損害を受けた。秋津島は、特務関心移等と共に、カラミアン諸島コロン島に退避する。9月24日、 再び空襲を受け旧カテカンイラゴ等と共に撃沈された。帝国海軍では真珠湾攻撃の5年前から航空機によるハワイ攻撃作戦の研究が組織的に進められていた。1936年に海軍大学校がまとめた文書対米作戦用兵に関する研究には海戦前的主要官邸特に 航空母艦エールに在泊する場合派敵の不意、二乗時航空機並みに中堤、大堤、ニール90をもって海戦するの着意あるお様子とある。もし対米戦が始まっても、アメリカ艦隊が出撃してこなければ、帝国海軍の想定した即戦即決の艦隊決戦は起きない。そこで敵の根拠地である、真珠湾を航空機で奇襲攻撃することで海戦し、 アメリカ艦隊に早期の出撃を強要することを考えたのである。その奇襲攻撃には空母艦載機の他に航続力の大きい飛行艇を使用するつもりだったのである。この文書には続いて、しかもして現状にお手肌いて、中堤端系東端付近より出発し埋め上、静音、なる地域に配備せる水上規模艦にお手中継補給を、 行不等の手段を構ずるお様子とある。この手段を水上艦艇で具体化したものが飛行艇母艦、秋津島であり、潜水艦で具体化したものが潜歩型であった。水上機戦力に力を入れた帝国海軍は大型飛行艇を洋上補給、整備するための心臓飛行艇母艦を要望した。そのため水上規模艦真意を改装したが十分でなく、 昭和14年度計画において、新艦を建造することとなった。当初、飛行艇母艦大型と小型飛行艇母艦の2種を検討したが、最終的に中型艦案にまとまった。また、昭和17年度の改めご計画では、秋津島型三隻が建造予定だったが、選挙区の変遷により建造中止になった。海戦の準備として発動された、戦時級。 備え計画でも、同計艦の建造が決まり、昭和17年7月25日に寄港されたが、昭和17年や秋には建造中止となった。この他に、1万千トン級の艦隊随伴型大型、飛行艇母艦、3300トン級の小型飛行艇母艦も計画された。さらに福田刑事造船中場により、排水量3万トン、全長200メートル、 幅24メートルの巨大艦も検討されたが、いずれも太平洋戦争の勃発により実現しなかった。秋津島は排水量5000トン程度であり、大型飛行艇1機を艦上で整備するという構想には無理があった。当初の計画では、艦尾のスロープから大型飛行艇をウィンチで船体後部の飛行艇収容区画へ引き上げる計画だった。ところが、 川西航空機が開発した西木飛行艇をウインチで引き上げるのは無理という判断により、設計を変更して完備に35トン、電動クレーンを装備した。このクレーンが、秋津島型の最大の特徴となった。艦内には、航空隊員用の居住施設、飛行艇に搭載する魚雷、爆弾、機銃弾等の弾薬庫、軽出油用タンク、工作施設を備え、 通信設備も充実していた。なお、秋津島型は、大型飛行艇を艦上に収容した場合、搭載機が航行中に損傷したり、あるいは送艦そのものが困難となるため、要集中は航行しないことを前提に、運用されている。秋津島が施していた、得意な迷彩塗装は、本館の初代艦長、眉積春尾大佐の影響であった。第一次ソロモン海戦後のラバウルで、 第8艦隊参謀長、大西晋三少将が、本艦の迷彩のことを、厚化症みたいにゴテごて塗ってきたなと指摘した時には、攻撃力がないから、昆虫のように保護色にしたんですよ、と、眉澄艦長は説明している。またラバール停白時、空襲を回避するため、連日の爆撃から航海士が、米重爆の水平爆撃の癖を見抜き、眉澄艦長に進言。 独自の回避行動を実践した。これは停泊中に空襲を受けた場合に、両弦の怒りを右弦側に偏らせ150メートルのところまで容差を伸ばしておき、敵機が行角38度になった時に全身一杯を号令すると艦が急速に右弦側に動いて回避できるという方法であった。ソロモン諸島で行動する時には座礁すれすれの場所を通ることで、 米潜水艦の襲撃を防いでいる。真ゆずは、単艦指揮艦としての工夫を、秋津島流標法公開方法については、秋津島流洗上公開術と称していた。機関は22号重型ディーゼル4機を、搭載、2組ずつ、フル艦ギアで接続しに軸とした。その他補助艦に、保護艦本指揮艦2機を搭載した。 電源は2 0 0ルトアンペアディーゼル発電機2機、2 7 7 0ルトアンペアド1機を搭載、交流電源だった大戦中は飛行艇用の広い跡甲板とクレーンを利用して、巨来艇数石を搭載し前線への輸送を行った。1944年3月に、横須賀海軍交渉で、損傷修理を行った際に21号電炭を全部マスト状に1機装備。 機銃を増備し25立方ミリメートル連装機銃6基、同単装3丁となった。また、5艦班に、機上3組を設けて、魚雷艇、または大発などの運搬設備を設けた。日本海軍は1944年前半に、工作艦船のほとんどを喪失したため、同年8月に、呉海軍交渉で臨時の工作艦任務のための改造を行った。 1940年10月29日、神戸川崎重工業で寄港。1941年6月30日、正式に秋津島の官名が与えられる。同日府で水上規模管に類別。7月25日、昭和天皇の名代として、国のみ朝明王林石の下、秋津島は浸水。10月15日、日本海軍は岩淵三次大佐を、 秋津島偽装委員長に任命する。11月5日、神戸川崎重工業に、秋津島偽装委員事務所を設置する。1942年3月25日府で、秋津島偽装委員長は、眉積春尾大佐に交代する。眉積は4月3日に到着して、岩淵から職務を引き継いだ。当時、海軍省人事局第一課長中瀬祖大佐は、眉積に対し、 艦艦行動の多い本艦の任務は危険であること、建造予定3隻のために使用実験報告を提出するよう伝えたという。4月18日、アメリカ軍は、機動部隊及び B-25 中爆による同リットル空襲を観光した。4月21日、神戸沖で公試み中の秋津島は、B-25 を発見、砲撃して撃退したと報告する。 秋津島は岩国空の96式陸上攻撃機に機を降角砲で誤射しており、この立港には被害は生じなかったものの、降角砲の破片が淡路島航路の連絡船天与丸周辺に降り注ぎ、それが機銃奏者と誤認されて報告されたことから空襲警報発令という事態に至った。遊軍機が敵味方識別信号を発しなかったため、 真ユズの判断で発砲した結果だった。秋津島は4月29日に竣行。同時府で秋津島偽装院事務所を撤去。真ユズミ偽装院長は正式に秋津島館長となる。横須賀鎮守布石。直ちに横須賀に開港された。1942年4月30日、秋津島は横須賀に到着する。5月1日。 水上規模艦水穂が横須賀を出発して内海西部へ向かうが、アメリカの潜水艦の乱撃で5月2日未明に沈没した。5月5日、横須賀陳述司令長官平田小中将は、秋津島を視察、ご新衛の伝達式も行われた。5月15日、秋津島以下4隻は横須賀を出撃、サイパン島へ向かう。途中、 ブラ,ココラザシルマルイカミットウェイ作戦十字中の輸送船団と分かれる。サイパン入港直前、本艦は米潜水艦から来撃されるが命中しなかった。入港後、真ユズミはサイパン投手部隊に事情を説明したが、信用されなかったという。潜水作業により、左舷後部に巨大命中の痕跡があった。第5根拠地帯司令官は、 サイパン島周辺に敵潜水艦がいるため攻略戦団にグアム島へ向かう用意見具信したが認められなかった。ミッドウェイ攻略戦団はサイパン島に集結したが第7戦隊司令官栗田竹雄中将指揮下の支援隊は敵潜水艦警報を受けてグアム島に直行した。秋津島はサイパンに一時帰港した後5月20日にサイパンを出発。 5月24日午後2時にニューブリテン島のラバウル到着。第25航空船隊の指揮下に入る。第25航空船隊には97指揮飛行艇を装備した横浜海軍航空隊が所属しており、本艦は第5空襲部隊、第1特務隊として航空部隊の補給、整備、救難に従事することになった。またラバウル所在航空隊の来撃訓練や、 ラバウリを空襲する連合軍爆撃機への対空戦闘にも協力した。爆撃回避後、浮かんだ魚は、館内神社に奉納された後、乗組員の食卓に供された。6月下旬、南洋方面部隊は、ソロモン諸島及びニューギニア方面に航空基地を建設するための SN 作戦を発動。第25航空船隊は飛行場を新設するため、事前に、 ソロモン諸島で偵察を実施、ガダルカナル島に敵地を発見する。他方面での作戦と並行しつつ、ガダルカナル島へ向かう輸送船団の護衛や紹介に従事する。飛行艇母艦として行動していた頃は、胆管もしくは秋風などの駆逐艦一隻を護衛に伴っての行動が多かった。7月14日、日本海軍は第8艦隊を編成、三河中将は、 外南洋部隊の指揮官として、ニューギニアソロモン諸島方面の作戦を指揮する。1942年8月7日、アメリカ軍は、ウォッチター作戦に伴いガダルカナル島と、フロリダ諸島に上陸を観光、ガダルカナル島の戦いが始まる。真湯澄春夫によれば、当時の秋津島は、ラバウルにあって、第25航空戦隊の加齢により、 近いうちに実施予定のポートモレスビー作戦の研究を行おうとしていた。アメリカ軍の上陸が判明すると秋津島は富士機の救助を命じられ、ガダルカナル方面に進出した。このフロリダ諸島の戦いで、同諸島配備の横浜海軍航空隊は玉砕した。8月8日、有国、外南洋部隊指揮官、三河軍一大八艦隊司令長官が指揮する第 八艦隊と遭遇し、情報を交換した。第八艦隊側は、明細を施した秋津島を見て、敵艦と誤認しかけている。これが前述の厚化粧発言につながった。従軍記者として、機関懲戒環境にいた、庭文遊記者は、第八艦隊と秋津島の遭遇について、以下のように描写している。出し抜けに見慣れない軍艦が一石現れ、 ぐんぐん緊着いてきた。そんなところに、味方の艦が一隻のんきに浮かんでいるのが不思議だった。ここまで来るのに、艦隊はたびたび戦闘用意をやっているのだ。見慣れない軍艦はじっと声も立てずに艦隊を見送って、いるらしいが、無言のうちにも何か突き破る激しい力を潜めている、ようであった。その太っ腹には、私の理解の手が届かなかった。 艦長は大胆不敵でなる大佐だと聞かされたが、今は互いに発火信号を交わして通り過ごせばよいで、あろう。庭文二羽文優、海戦、伏せ字復刻版、73ページ第八艦隊は、その夜、第一次ソロモン海戦で大勝利を収めた。8月10日、秋津島はラバウルに帰島した。八月十五日、二隻はラバウルを出撃、飛行艇補給。 整備のためショートランド白地に進出する。同白地でも B-17 重爆の空襲を受けるが特に被害はなかった。第二次ソロモン海戦直前の8月22日には、カゲロウが宅地区間に一番間ロウに燃料補給を行ったことも記録されている。その後も各地で飛行艇の母艦任務、策的紹介等に従事した。また、艦型を生かして、 基地設営物資輸輸送送魚雷艇の輸送工作艦任務などにも活躍した9月に入ると、ショートランド白地に、外南洋部隊増援部隊、第3水雷戦隊、第4水雷戦隊、水蒸気母艦3隻等が進出。9月22日、2隻は一旦、ショートランド白地からラバウルへ戻る。9月25日付で、第11航空艦隊付属。以後も、 ショートランド博地を拠点に、ソロモン諸島で行動した。12月3日、秋津島艦長は、眉積春雄大佐から、高尾木録大佐に交代。宝術家の眉積にとって、広報支援官の秋津島艦長は本意でなかったが、艦長任期中に戦死者を出さなかったことについては、艦長として、感謝の極みであると回想している。12月4日、新艦長を迎えた秋津島は、 ラバウルを出発。12月12日、横須賀到着。修理と整備を実施する。なお本館横須賀到着の前日、横須賀を出撃した空母流砲特駆逐艦と時津風がアメリカの潜水艦ドラムの襲撃に襲われ、流砲も12日にひかみ成りして損傷した。12月24日、日本海軍は第11航空艦隊と第8艦隊をもって、 南東方面艦隊を編成。秋津島も南東方面艦隊付属となる。1943年1月15日、秋津島は横須賀を出発して、再びソロモン諸島へ向かう。1月22日、カビ園到着。1月23日、秋津島はミネ風型駆逐艦七番艦博士と共に、カビ園近海で行動中、護衛の博士が、 アメリカ潜水艦の来撃で、南位02度47分統計150度39分、南位2.783度統計150.650度、マイナス2.783150.650、地点で合沈した。このアメリカの潜水艦は、ガードフィッシュだった。秋津島は、博士の生存者、約140名を救助した。1月24日に、ラバウル機。 28日以降、ショートランド博地に停泊する。飛行艇母艦として行動した。2月21日、ショートランド博地を出発、ナウル島に向かう。以後、ナウル、ヤルート干渉、ルオット島、マキン島など、中部太平洋諸島を拠点に行動した。6月12日、秋津島はラバウルを出発。公開中の6月15日筆。 第2基地航空部隊に編入。作戦参加予定期間は約2ヶ月だった。トラック白地を経由し、6月25日横須賀期、6月30日第801海軍航空隊の物件を搭載して横須賀を出港。函館を経由して7月6日に柏原湾へ進出。北方方面の紹介や第5艦隊及び、 第一水雷戦隊によるキスカ島撤退作戦に協力した。8月26日、秋津島艦長は藤巻美穂大佐に交代する。8月28日、秋津島と第801海軍航空隊は第21空襲部隊より除かれる。8月29日、801空の物件を搭載してバラムシル島を出発9月2日に、 横須賀へ到着した。9月3日付で、秋津島は連合艦隊付属に編入。9月中旬、秋津島は陸軍兵力の上海からトラック白地への輸送、超2号輸送作戦に参加する。9月16日、朝潮型駆逐艦6番艦3軍と特設巡洋艦五国丸、特設巡洋艦成長丸はそれぞれクレを出発。同日午後、 機関平安丸と秋津島は吹雪型駆地環境に護衛されて横須賀を出発。20日までに上海市に到着。定2号輸送部隊各館は集結を終えた。9月24日、輸送部隊7隻は上海を出撃する。29日、響きは燃料補給のためサイパン島へ向かう。10月2日、定2号輸送部隊はトラック白地に到着。 ラバウルに物資と人員を輸送し、10月9日にトラック帰島ここに、定2号輸送部隊は編成を解かれ、3隻は定4号輸送部隊に編入。第14戦隊司令官、伊藤健三少将指揮下の第2輸送部隊としてトラックを出発した。10月14日、秋津島はトラック白地を出発、21日に横須賀へ戻った。12月3日、 秋津島は、エトロフ型解剖艦の天草に護衛されて、横須賀を出撃。12月9日、2隻は、トラック白地に、しばらくトラック白地で待機した。1944年2月上旬、秋津島は、ポナペ島への輸送作戦に従事する。秋津島は、解剖艦沖に護衛され、2月8日に、ポナペ島に到着。2月11日、2隻は、 トラック白地に到着した。同任務終了後の2月中旬、秋津島はトラック島空襲に遭遇した。2月17日のトラック白地空襲時、秋津島は特設運送船愛国丸よりメレオン、島行きの海軍第68警備隊を受け入れており、日方丸と共にメレオン島へ向かう予定だった。この空襲で愛国丸が沈没し、 第68警備隊司令も後日死亡した。同白地脱出後の秋津島は、メレヨン島に立ち寄り、パラオから出迎えに来た遊具も型駆逐艦12番艦、ハヤパと2月24日朝に合同。2月25日昼前、2隻はパラオ到着。3月4日にパラオを出発し、サイパンを経由して、駆逐艦2隻に護衛されつつ、3月14日に横須賀到着。 同時期、帝国海軍は、工作艦、赤市や多数の特設工作艦を創出する。それに伴い秋津島も、工作艦として投入されることになった。1944年7月20日府で秋津島は、連合艦隊付属となる。8月1日、第三弾作戦新兵力部署の発令により、秋津島は、第一遊撃部隊指揮艦、栗田武雄中将。 第2艦隊司令長官に編入された。8月30日まで暮れで、船備作業を実施した。9月8日、非75戦団の護衛艦、加入船舶は、シンガポールを目指して、日本本土を出撃。立ち寄った先の伊万里港では、秋津島の内舎艇が、船舶艦の連絡に用いられることになった。9月12日夕刻に、あざま丸は台湾キールン市へ向かい。 残る日75戦団は9月13日に高尾市へ到着。9月14日、護衛艦3隻と輸送船3隻を加えて出航する。9月17日、水上規模艦秋津島特設巡洋艦最高丸 30× 司令沢村政治大佐指揮下の第3地区隊は、日75戦団から分離してフィリピンマニラ港へ向かう。遊国。 駆逐艦秋風が合流する。9月18日午前10時40分マイナス50分頃、アメリカの潜水艦フラッシャーの来撃で最高丸は降沈第30駆逐隊は対戦相当作戦を行い、秋津島は秋風と共に退避するも途中で秋風を対戦相当へ向かわせた。秋津島も単艦でマニラに先行した。 だが同地はすでにアメリカ軍機動部隊の脅威にさらされていた。9月21日午後、マニラ湾で出撃準備中だった駆逐艦札機がアメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃で沈没した。札機沈没の直前、第30駆逐隊は別の船団を護衛してマニラを離れていた。札機沈没の他にもマニラ停泊中や 近海行動中の輸送船やタンカーは大損害を受けた。そこで日本軍はアメリカ軍機動部隊艦載機の行動圏外と判断していたコロン島に日本側艦船を退避させることにした。9月23日昼過ぎ、第3、南遣い艦隊はマニラからコロン湾に被体した艦船にマニラへ戻るよう命じる。だが、 アメリカ軍機動部隊は去っていなかった。9月24日、秋津島は退避した先のコロン湾で、特務関心移等と共に、米空母艦載機の攻撃を受ける。秋津島は、対空戦闘で、撃墜一機を記録するも、午前9時頃に直撃弾を受けて爆発。まもなく沈没した。秋津島の他に、旧カテカンイラゴ、旧油艦京川丸島も沈没した。秋津島が、 工作艦として第一遊撃部隊を支援する機会はなかった。また3日間の空襲で日本軍は艦艇7隻、船舶31隻を喪失。新衣船団が第一遊撃部隊用に運んできた重油など貴重な資源と資材を大量に失い、冷凍機回戦での作戦行動にも影響を与えた。11月10日、軍艦秋津島は水上規模艦から削除。 また空母運用、潜水母艦早くじら等と共に、帝国軍艦席から除籍された。秋津島最後の艦長となった藤巻大佐は、12月5日より、運送艦新一徳無艦長となった。ビサヤ諸島の戦いで、コロン湾ンが米軍に占領された後、海面に油膜が浮かんでくるのを確認した米軍は、潜水艦救難艦、チャンティクリアーによる調査を行い、 終戦直後の1945年8月28日、水深33メートル地点に沈んでいる秋津島を発見した。現在ではダイビングの沈潜スポットになっており、2015年時点でも海底に沈む秋津島の船体を観察することができる。客中なき限り、艦長たちの軍艦誌191ページ、日本海軍誌、 第9巻の召喚履歴に基づく。岩渕三次大佐。1941年11月1日から3月25日。眉積春雄大佐。1942年3月25日から4月29日。眉積春雄大佐。1942年4月29日から12月3日。高尾儀六大佐。1942年12月3日から8月26日。 藤巻みのり大佐、1943年8月26日から1944年10月6日。ありがとうございます。